駒姫は出羽の国、現在の山形県秋田県の大名最上義明の娘として生まれます。駒は可愛いの。本当に、みんなも噂していますよ。駒姫は類まれなる美しさだったと伝わっています。その美しさが彼女を悲劇に向かわせることになります。最上家の姫様はとんでもなく可愛いらしい。そうみたいだな。一目でも拝みたいものだな。そうだな。成長した駒姫は東国一の美少女と噂されるようになります。駒姫の噂は時の関白豊臣秀次の耳にも入ります。東国一の美少女、ふむ、妻に迎えたいの。おへい。秀次は義明に駒姫を側室に差し出すように迫ります。というわけでよろしく。え、絶対嫌だ。何がというわけだ、あんのエロ関白。父上、関白様に向かって口悪すぎですよ。うおー、駒を渡してたまるか。まだ幼い子供ですし、もう少し成長するのを待たれてはいかがでしょうか。義明は断りますが、いや、絶対に我が妻に迎える。何度断ってもぐいぐい来る。豊臣家の女子に対する執着何なんだよ。父上、無理しないでください。すまない、駒。義明は秀次の度重なる要求に折れ、15歳になった駒姫を京へ嫁がせることになります。駒、行かないでくれよ。おい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 。父上泣きすぎ。それ大名として見せていい顔ですか。父上、見ていてください。駒は立派な側室になってみせます。駒。こうして駒姫は出羽の国を離れ京へ向かいます。駒、行くな。おー、駒、元気でね。父上、母上まで。1595年、駒姫一行は京に到着。最上屋敷で旅の疲れを癒していました。いやはや、今日は遠いですね。本当に遠かったね。みんな、長旅ご苦労様。姫様、秀次様が切腹されました。え、豊臣秀次は豊臣秀吉に謀反を疑われ切腹に追い込まれます。秀吉は秀次の子、側室、次女までも処刑しようとします。わしを怒らせたらどうなるか思い知らせる。秀次の側室となっていた駒姫も処刑の対象でした。彼女は京都に到着したばかりで秀次に会ってすらいませんでした。諸説あり。駒はまだ秀次様に会ってすらいなかった。こんなバカなことがあってたまるか。父、最上義明は駒姫の除名嘆願に走ります。義明の賢明の働きもあり、各方面から処刑反対の声が上がり出します。確かにこれはあまりにも理不尽だ。そうだそうだ。処刑反対の声は徐々に大きくなり、秀吉もこれらの声を無視できなくなります。秀吉様、多くの者が処刑に反対しております。天下人たるこのわしの決定に反対するとは。わかったわかった、処刑はせんでよい。鎌倉で天にでもするがいい。承知、すぐに伝えてまいります。秀吉の命を受け、早馬が三条河原の処刑場へと走ります。しかし、あとわずか100メートルのところで間に合いませんでした。父上、母上。享年15歳、駒姫は若くしてこの世を去ります。駒姫たちの遺体は遺族に引き渡されることなく、その場に掘られた穴に投げ込まれ埋められました。なんとむごい。
都の人たちはその光景に言葉を失ったといいます。駒姫の処刑から14日後、母親の大崎夫人もこの世を去ります。駒、一人にはさせない。娘の後を追ったと考えられています。許さんぞ。秀吉、豊臣家。娘と妻を同時に失った最上義明は、処刑から数年後の関ヶ原の戦いで徳川家康率いる東軍に加わり、豊臣家と戦うことになります。悲劇の姫、駒姫。彼女はその美しさゆえに時代の荒波に流され、この世を去りました。その非業の死は、人々の胸を打ち続けています。今日の名言。悲劇的な人生はロマンチックなのよ。それが他人の人生ならね。サリー、ピーナッツ。次回の日本史漫画は、戦国最弱武将、織田氏春の生涯、前編。お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。次回も見ていただけると嬉しいです。またね。